福岡市の JR 博多駅前の道路で発生した市営地下鉄七隈線の延伸工事に伴う陥没事故で、現場周辺では一夜明けた9日も交通規制や避難勧告が一部で継続し、影響が続いています。私も発生直後に現場を訪れましたが、陥没の拡大やガス漏れによる二次災害も懸念され混乱していました。福岡市は今月13日までにライフラインを復旧させ、翌日月曜日には道路の通行ができるようにする方針です。国土交通省は福岡市交通局に立ち入り検査に入り、工事の進め方が適切だったかなどを調査しています。七隈線の事故では過去にも2000年と2014年にも陥没事故が発生しています。今回の事故の原因について福岡市は、地下鉄の延伸工事によるものと認めました。こちらですが、詳しい原因はまだ分かっていませんが、現場一帯の、岩盤の亀裂や、断層を把握していた可能性のあることが福岡市への取材で分かりました。現場周辺は地下水が豊富で、延伸工事は難しい部類のものとされていました。鉄道工事に伴う陥没事故は今回が初めてではありません。1990年には東京都の JR 御徒町駅近くで道路が陥没して通行人など13人が怪我をしました。96年には京都市の地下鉄の工事現場近くで道路が陥没して怪我人が出ています。このような事故は他都市でも起こる可能性があります。原因を究明し、全国的に再発防止策に取り組むことが求められます。こちらの写真をご覧ください。中央には下水道管が通り、ガス管や電線、上水道管、電話線などが通っています。延伸工事はさらにこの下で進められていました。福岡市に限らず、地下にインフラを集中させる都市の脆さを露呈したとも言えます。